私のことをやっぱり。この大杉栄誉教授のノーベル賞の受賞を株式市場も歓迎しています。大杉氏による辞職作用、オートファジーの研究で使われる試薬を販売するタカラバイオは年初来高値を更新しました。同じく試薬を扱うコスモバイオや